人と松竹です。よろしくお願いします。あんね、こないだね、親戚の子と遊んだんだけど、大人同士だったらさ、おつまみ買ってきたよ。ワーティン&ルーカのシャレオツなやつ、ワイン開けちゃおっか。こないだ引きレモンでもらった小銭使おうみたいな話になるけど。こまけえな、あるあるだけどね。子供ですよ、ふやふやの。ふやふや。で、人生ゲーム、これをやってみたんですね。まあ、これもまあまあ楽しく遊べたのよ。よかったじゃん。よくないよ。あんなね、しょっぱなから車持っててゴマ進めりゃなんかしら仕事につけて、サイコロ振ってりゃ絶対に結婚できてボコボコボコ、子供生まれたり石油見つけて5万ドルもらうような人生子供に教えちゃダメでしょ？ゲームだから。なので、もう少し真剣にリアルな人生ゲームをね、やってみませんか？俺が？そう。いいよ。じゃあ何色の車にしよっかな。何言ってんですか。赤ちゃんから始めんですよ。すごく時間かかるでしょ、それ。はしょってはしょって。じゃあ中学生から。それもあんなそう。さあさあ、ルーレット回して。はいはい。カララ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 ラ。6。2ですね。1、2。数も決めさせてくれないんだ。封印されし闇の獣と地味を交わし、赤眼を得る。黒歴史カード、漆黒の日記帳を1枚は。わわわわ、めっちゃ中二病。黒歴史カードって何？人生に黒歴史は好きものですから。はい、次回して。はい。カララ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 ラ3、5です。はい、1、2、3、4、5。修学旅行に変なデザインの T シャツを着てってしまい、卒業までのあだ名が墨汁になってしまう。次のターンで仕返しのマスに泊まれば、あだ名をつけた友達に好きなあだ名をつけることができる。水墨画かなんかの服を着てったのか、俺は。暗黒の堕天使の衣ですかね。あ、そうだ、中二秒設定だった。さあさあ、次お願いします。カララ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 ラ4、お、8ですね。卒業です。くっそー、仕返しできなかった。中学校を卒業する。思い出の品カード、卒業アルバムをもらい、ひとまず進む。はーい。はい、高校生ですよ。バイト先の大学生美奈子先輩に一目惚れ、2マス進む。すごいの予感きたー、2マス進む。美奈子先輩を文化祭に誘う。楽しみにしてんね、と嬉しそうだ。俺のことが好きなのかもしれない。ドキドキしてきた。給料3万5千円もらう。あ、やっとお金もらえた。カララ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 ラ2、2ね。はい、1、2。バイト先の休憩室でなんやら物音が。あれは、美奈子先輩と、カズマさん。誰？キス？そして美奈子先輩の首筋の君。マジかよ、やめてよ。俺の青春を返せ、カズマ。バイトを辞める。食料カードをファミレスのキッチンを失う。ああ、もう俺立ち直れないよ。人生、何があるかわかりませんね。本当にね。まだまだこの後いろんなマスは待ってますよ。どれどれ？あんなんか受験とか大変そうなことばっかでやだな。そりゃ人生嫌なこともありますけど、あ、ほら、このマスとか泊まりたくないですか？大学の2階で声をかけられる。久しぶり、と微笑むその首筋には小さなほくろが。おー、美奈子先輩？本当はこれ大学に受かってないと泊まれないマスなんですけど。あー、後で昼飯おごるから。いいよー。よっしゃ。バイト辞めちゃってから、寂しかったんだぞ。ほほ、先輩はやはり俺のことが。いいね。飲み会の会費5800円払う。あげて落とすね。お釣りの26円。ちゃんとしてるね。二次会に行く場合は4800円払う。二次会？美奈子先輩は二次会のカラオケに行くようだ。あ、行きます行きます払います。飲み放題にする場合は5200円払う。店員か、お前は。プラス1000円でビールも飲めるプランにすることができる。いいから続き。楽しい時間は、という間に過ぎ、解散することになった。がっくんは、何せん？あ、俺この辺なんで適当にタクって帰ります。そっか、実はさ、また終電なくなっちゃったんだ。おー、来たこれ。もし迷惑じゃなかったら、家に来ますか？という夢を見て学校に遅刻。一回休み。夢落ちはひどいよ。人生、何があるかわかりませんね。お願い、続きやらせて、寿司おごるから。いいよー。よっしゃ。美奈子先輩が家に来た。風呂、入ります？ふふ、がっくんやらしい。いやいやいや、そういうんじゃないっすよ。ふふ。電話？運は最悪、カズマかよ。まさかのここでカズマ登場かい。動いてんめ、二度とかけてくんなっつっただろうが、ざけんじゃねえぞ。美奈子先輩、口悪。先輩のカバンから、黒歴史カードヤンキーが覗いている。先輩も持ってたんすか、このカード。あやはだ、見ないでよ。てか、ガックンもなんか持ってんでしょ、見せて。先輩、くっつかないでくださいよ、胸が。ふふ、わざとだよ。先輩。プレイヤーの黒歴史カードを漆黒の日記帳を裏返すことができる。何それ、てか先輩、近いっす、やばいっす、マジで。プレイヤーの狂気をまとう悪魔の梱包が解き放たれし魔王の手ついに進化、攻撃力が3倍に。先輩もう俺我慢できないっす。蜜に濡れし紅色のゼクロを俺にください。という夢を見て学校に遅刻。一回休み。わあ、いいとこだったのに。休んで授業の直太を取っといてくれたのは、同じクラスのさゆり。さゆり、新キャラ、さゆりルート。浮気ですか？最低ですね。バハーか、俺悪か一筋だよ。はぁ、やだ、何？人生、何があるかわかりませんね。ちょっと、台本と違うんだけど。はい、ありがとうございました。もう、なんなの？